1909年の郵便はがき。私とっても幸せ。黒人とスイカのステレオタイプとは、アメリカ合衆国の黒人が、スイカに対して尋常でない食欲を示すという、人種差別的ステレオタイプである。この偏見は21世紀になっても広く見られた。すでに19世紀にはアメリカにおいて、肖像や図像によって、人種差別的な表現を行う場合。 スイカが有力なシンボルの一つとなっていた。このステレオタイプは事実において疑問符がつく。1994年から1996年にかけて行われたある調査では当時アメリカの人口の12.5%を占めていた黒人のスイカの消費量は国内の11.1%程度だったことが明らかにされている。この人種的偏見が正確には どういった羊を持つのかは今もはっきりしていないが黒人とスイカの連想自体は奴隷制の時代まで遡ることができるこの制度の擁護者は黒人がスイカとわずかな休息さえ与えていれば幸せを感じる単純な人間たちであることを示そうとしてこの果物を利用したのであるそういった固定観念はミンストレル賞にも受け継がれているこの演芸ではよく黒人たちが 無知で怠け者で歌や踊りにふけるばかりか、法外なほどにスイカを好む人種として描かれている。19世紀から20世紀の半ばにかけての数十年間でスイカと黒人のステレオタイプは印刷物や映画、彫刻に描かれ、ギガ化され、日用品にあしらうデザインとして一般的にさえなっていた。2008年のバラクオバマの大統領選挙とその後の行政においても、 オバマの対立者は、スイカのイメージをよく用いた。国務長官であった、コンドリーザ・ライスも、また性的から投げつけられるスイカのイメージに耐えねば、ならなかった、政治家の一人である。またこういった背景もあり、アメリカでは黒人に対して、スイカを送ることは、人種差別と判断される。2017年10月、デトロイト市消防局の見習い消防士であった、ロバート・パティソンは、 人種差別を行ったとして解雇された。彼が配属先の消防署にスイカを持ち込んだことが原因。パティンソンは配属に先立ち、同局第二大隊長のショーン・マッカーティから義務ではなく有志でだけど何か手土産を持ってきてほしい。手土産は大抵はドーナツだが他に何か良いと思うものがあればそれを持ってきてくれと告げられた。パティンソンはスイカを ピンクのリボンで放送し、配属先となる第55ポンプ隊のある消防署へ持ち込んだ。パティンソンはこの行為について、後にフォックスニュースの取材に回答し、あれは冗談でもなければ人種差別でもないと述べている。しかしこの手土産に対し何人かのアフリカ系の消防士は即座に人種差別だと考えたという。第55ポンプ隊の消防士の90%は、 アフリカ系であった。消防局は差別に対する不寛容方針に基づいてパティンソンを解雇した。1900年代初めの黒人のガキを描いた漫画。スイカを食べる黒人の少年にステレオタイプを交えた文章が添えられている黒人とスイカのつながりは黒人の芸人たちがショーで歌ったポピュラーソングによって広く知られるようになったとも言える。 スイカの歌などの歌は1870年代に印字され記録として残されている。1893年のシカゴ・バンコク博覧会は黒人の芸人たちが出演するカラード・ピープルズデイ・デーを抱き込むことを計画し黒人の客にスイカをタダで振る舞おうとした。展覧会の主催者たちはそれで黒人を引きつけようとしたのである。しかしその計画は頓挫し、この街の黒人コミュニティは 展覧会をボイコットし、カラードピープルズデイに出席する多くの演者たちと行動を共にした。19世紀の終わりには、スイカ映画という、ちょっとしたジャンルが存在した。黒人の典型的な日常とみなされたスイカの消費や、ケークウォーク、鶏泥棒などを描く風刺映画的なジャンルであり、スイカをタイトルに関した作品がいくつも作られた。こうした映画に登場する黒人たちは、 はじめこそ、黒人の俳優によって演じられたが、1903年、頃から顔を黒塗りした白人が演じるようになっていった。多くの映画が黒人たちを制御不能と言って良いほどスイカに食欲を示す存在として描いた。例えば、スイカ競争などには、黒人が汁と種を口から次々に吐き出し素早く、果物を食べるシーンがある。作家のノボトニー・ローレンスは、 こうした場面には食欲を黒人男性の性欲になぞらえる文脈があると指摘している。つまり、黒人はこの果物を愛し求めるのと同じ口でセックスを求めるのだ。要するに、黒人男性はスイカを欲するし、誰が最も食べられるのかを常に見分けようとしている。その指標となるのが、止めどなくスイカをむさぼる黒人男性によって描かれる食欲の強さなのである。 1900年代初めの郵便ハガキはよく黒人を、スイカを食べていれば、幸せという動物じみた存在として描いている。こうしたカードは、クロンボハガキとして人気があり、スイカを盗んだり奪い合ったり、スイカそのものになってしまったりする黒人を絵にしていた。1900年代初頭のあるハガキの一節にいれば、ジョージ・ワシントンスイカ・コロンバス・ブラウン僕は、町の 小さなクロンボスイカにかけちゃう豚もマッサオスイカは僕のミドルネームさ1916年3月ハリー・ブラウンがニガーはスイカが好きを収録しているがこうした曲はこの時期ポピュラーであり多くがこのスイカと黒人のステレオタイプを利用していた映画風と共にサリーヌの台本にはスカーレット・オハラの奴隷であるプリシーがスイカを食べる場面がある 1970年頃になるとこうしたステレオタイプも流行らなくなるが、いくつかの映画に見られるような影響力はまだ持っていたし、2000年代に入っても数多くの人種差別ジョークにスイカは登場するのである。現代においても黒人に対して批判を行う者がしばしば引き合いに出すのがスイカである。バラク・オバマがスイカを食べる人種差別的なイラストは、 大統領選挙の間ウイルスメールとなって各所に広がった。この選挙の後もスイカとオバマという題材は繰り返され、ルフしていくことになる。2009年2月、ロス・アラミトス市長のディーン・グロスはホワイトハウスに人種差別的とされたメールを送った後で辞任を表明した。メールにはホワイトハウスの芝生にスイカを植えた絵がついていた。グロスは スイカのステレオタイプに不注意であったと述べている。ケンタッキー州にあるオバマがスイカを抱えた像も批判を浴びたことがある。像の所有者は、スイカを持っているのは立ちっぱなしなので腹を空かせたのだろうから、と語った。2014年10月、ボストンヘラルド紙は、ホワイトハウスに男が侵入した事件をや揄し、侵入者がオバマに、 スイカミの歯磨き粉を試さないのかと尋ねる風刺画を掲載して物議を醸した。ありがとうございます。